はい、どうもフランケンジです。今回はですね、先週デザインベスタっていうイベントに出てたんですけど、ちょっとね、バタバタしてて動画投稿できなかったんですけど、それに向けて書いてた波頭寺の時計屋さんのお家の絵のメイキングですね。もうこの原画はイベントで売約が決まったので、もうお披露目することはできないんですけれども、一応メイキングだけ残させてください。はい。で、この子はね、あれです、おうちバッジっていう僕が作ってるグッズで、グッズ化は一応してます。はい。なんでこのバッジになってますので、イベントで見つけた時、あ、波頭寺の時計屋さんやみたいな感じで思っていただけると嬉しいです。はい。ね、波頭寺っていうのはね、ちょっと画面にちらっと映しとこうか。昔書いたね、なんか鳩を飼ってるおじさんです。一応このおじさんのお店っていう体の、はい、お家です。はい。で、まあ、告知なんですけど、一応来週っていうか今週末の土日、11月の23と24に大阪の ATC ホールで開催される大阪アート&手作り&バザールってイベントに出展しますので、もしよかったらいらしていただけると嬉しいです。原画を何点かまた持っていって、でデザインフェスタに向けて新作もいくつか作ったグッズがあったので、それも一緒に持っていくみたいな感じで出れますので、よかったら遊びに来ていただけると嬉しいです。はい。で、今回ですね、デザフェスが終わってね、家に帰ってなんとなく YouTube のチャンネルパッて見てみたらね、なんとびっくりしました。いきなり5000人を超えていました、チャンネル登録者数が。はい、ありがとうございます。びっくりした。先週の段階でね、あと50人ぐらいだったんですけど、なんかね、ちょいピッと伸びて、一気に5000人に到達しました。ありがとうございます。一応ね、5000人って俺が今年の年内に上げてた目標の一つだったので、多分去年の年末に上げてた動画かな、なんか去年を振り返りつつ来年の目標を語ろうみたいな動画でも言ってたと思うんですけど、5000人は僕の一つの今年の目標だったので、年内にね達成できるって正直思ってなかったんですよ。その当時のチャンネル登録者数の伸び数から考えると、ギリギリか、まあ無理かなみたいな感じに思ってたんですけど、ありがたいことにね、5000人を突破してですね、だからといって何か変わるわけでも全くないんですが、ありがとうございます。相変わらずこのスタンス、この感じで引き続き動画投稿していくと思うんですが、なんか記念放送的なのできるといいですよね。やろうかな、来週あたり。なんかポケモンのあれじゃないけど、なんかあんな感じの、なんか言われた文句的な放送なんかできたらいいですね。みたいなことも考えてます。はい。だからなんか今後の抱負みたいなことを語ろうと思ってもあんま語れないんですけど、あんまスタンスが変わらんからね。な感じですけど、あれやね、こんなこともっとやってほしいみたいなことあったら言っていただけると嬉しいです。はい。できる限り対応したいと思ってます。はい。で、あれやなんだっけ、そう、次のね、目標はね、やっぱり登録者数1万人ですね。はい。だからと言ってまた何かが変わるわけでは全くないんですが、あ、でもね、変わるんだ。1万人に到達するとね、確かね、なんか YouTube のなんかね、スタジオみたいなのがあるんですよ。多分 YouTube 公式のなんか東京のどっかしらにあるんですけど、そこのスタジオがね、確かに、ね、利用できるんですよ。ただで。なんで、そこで一回撮ってみたいっていうぐらい。ぐらいしか、なんか1万人に到達したからなんだみたいなのはないんですけど、それを目標に。だからね、やっぱね、目標を持っとかないとね、あれですよね。活動するにはやっぱ目標って大事だと思います。はい。僕はいつも毎年、今年はこれを目標に頑張ろうみたいな目標を一応設けていてですね。で、去年末の、さっき話した年末、去年末に投稿した、1年を振り返りつつ、来年を語ろうみたいな動画で、目標に関しても結構話してたと思うんですけれども、今年はね、今年の俺の挙動を見てもらえば分かると思うんですけど、結構ちゃんとその目標に向かってちゃんと
動いていたと思うんです。はい見ていたと思うんですよう、うん、なんで来年何しよっか、俺まだね、来年の目標全然考えてないんですよね、来年の目標考えてない、何しようかな。あ、でもね、来年やりたいことの一つは、あのね、今年友達とあの海外に行ったじゃないですか。てかこの一本前のところまでイギリスについてがっつり話だと思って、イギリスに行ってきたんですよ。で、あのどっぷり海外のようにハマってしまってですね早く次の海外に行きたい欲がすごいことになってしまっていまして、はい、なんで、あのなんか台湾とかにこうちらっと行ってみたりですね、まあ、ちょっと友達と行ったんですよ、あのイギリスに関しては。イギリスに友達と行ったんですけど、結構友達に頼ってしまった部分があって、あのちょっと情けねえなじゃないんですけど、なんかあのもっとね、あのちゃんと俺ができるようになったかなあかんなみたいなのも結構感じたから、あのね、一人でちょっと行きたいなっていうのがあってですね、なんであのちょっと一人で海外に行きつつ、まあ、観光を楽しみつつなんですが、あのね、俺が一番行きたいっていうか好きな街並みがあってですね、僕が一番好きな街並みが、あのね、オランダにあるアムステルダムっていう街なんですよ。あのね、ちっちゃい小川があってね、で木も生えてて、家がとにかく可愛い。そこに小川と木がもうあるのがね、たまんないんですよあの気になる人はぜひググってみてほしいんですが、あのそんな街があってですね、あの次海外に行くならここに行きたいと、もうイギリスからの帰り道にずっと思ってたんですけど、来年はね、ちょっとそこに行きたいし、あの行くとしたらもうね、あれです、もう観光はそんなにしない観光はそんなせずに1週間ぐらい行って、もう時期はもっと行きたいんですけど、まあいろいろとあのやらなきゃいけないこともあるんで、あの できれば1ヶ月ぐらい行きたいけど、1週間ぐらい前行って、でどう、その日、そのね、1週間中はもうね、絵ばっか描くみたいな、観光よりももう毎日絵描くみたいな、あの観光したいじゃない、あの旅行をしたいと思ってます。来週じゃねえ、来年は2目標がね今あります。来年はあとはね、もう一個ちょっと大きなのがあるんですけど、ちょっとこれは内緒にしとこうちょっと内緒にしとこう。2ぐらいでね、ちょっとまだ目標がね、そんぐらいしかなくて、で今年やりたいことを結構ね、やってしまったもんで、動画じゃまだ話してないんですけどね、フェリーもちゃんと乗ってきたし、ロープウェイとかも前乗ったしな、なんかあの、そうね、フェリーがね、めっちゃ楽しかったんですよ、札幌行ってきた話。てかね、そういう動画、そういうなんかどこどこ行ってきた系の動画を結構溜まってるんですけどね、発散できてない。やばいね。感じなんですよね。てかね、まあね、スケッチとかやっぱできるようになりたいよな。こういうお家とかをやっぱその場で描けるのがやっぱ一番理想的だと思うから、やっぱ理想があるならばそこに向かっていきたいじゃないですか。なんでちょっと来年はそういうことをやっていきたいと思います。はい、俺の来年の活動イコールあの俺の YouTube 上での活動みたいなところもやっぱあるので、なんか並行してね、やっていきたいと思います。はい、そういう感じで、あの時間余りましたね、うん、意外と内容、話す内容がなかったっつうかどうしよう、あと1分半ぐらいある、うん、まあなんかまとめてみたいな感じになっちゃうんですけど、あの結構動画すっ飛んでるせいで、あのここ最近のイベント、静岡から大阪、金沢、福岡、北海道で、先週の東京でしょ、全部動画にできてないから、多分お礼とか全然できてないんですけど、あのブースにお立ち寄りいただいた皆様本当にありがとうございました。はい、なんかまとめてない感じになっちゃうんですけど、また動画でまた改めて言おうと思ってるんですけども、ありがとうございました。あの結構あの金沢とか行っても、あの YouTube 見てますみたいな人来てくださって、もう金沢行ってくださるとは思いませんでした、正直言って。金沢はな、本当なんとなく行きたいと思って行ったとこだったので、スケジュールちょうど空いてたし、なんか福岡が翌日にあったから、その福岡の道中に行くにはちょうどいいかなと思って、全然ちょうどよくなかったんですけど大変だったんですけど、移動が思ったより
なんですけど、なんか、まあ、石川にも見てくださる方がいると思ってなかったので、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、北海道もまあたくさん、なんか前回に比べて動画見てますみたいなのが結構来てくださってですね、で先週のデザフェスも俺動画で告知できてなかったのに、あの結構あのその動画見てますみたいな方が来てくださってですね、あの本当にありがたかったです。あ、そう、すげえ最後の方になるんですけど、なんかお絵かき会みたいのみんなでやろうぜって言ったら来ます？皆さん、あの年末ちょっと暇な日はありまして、あのクリスマス付近なんですけどあのなんかお絵かき会みんなでやろうぜみたいな感じになったら、あの、まあ、都内ですけど、あのもしこれ行くぜっていう人がいたら、あのコメントいただけると嬉しいです。はい、なんかね、気が向いたらちょっとそういうのやりたい。オフ会じゃないですけどね、なんかみんなでお絵かきみたいなのやりたいですよね。うん、そういうわけでぼちぼち完成ですね。レンガ柄が入って、タイムイズマネーです。はい、時は金なりという感じでぼちぼち仕上げですね。はい、この赤が入ってていいですよね、この建物。うん、なんか渋い建物になりましたけど、ほんとね、青い家描くつもりだったんですけど、すごい渋い家になりました屋根だけやね、青いの。うん、という感じで仕上げの青が入ってぼちぼち完成ですね。はい、じゃあ今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは。